望みや願いを叶えたい、成功したいと思って努力しているけど、なかなかうまくいかない。あの人の人生はなんであんなにうまくいっているんだろう。羨ましい。私の人生、いつも悩み事ばっかりで、なんだか苦しいと思ったことのあるあなたへ。もう大丈夫。歴史思考を知れば、悩みから解放された人生へとシフトすることができちゃいます。はい、こんにちは、シンプリライフです。今回は深井龍之介さん著歴史思考、こちらを紹介していきたいと思います。ところであなたには悩みありますか？重すぎてあんまりぶっちゃけたくはないのですが、私には自分にはどんな役割があるんだろう、どう生きれば自分も周りの人もハッピーになれるんだろうという漠然とした難解な悩みを抱えていたりします。一口に悩みといっても、大きいものから小さいもの、深いものから浅いものまで、種類やジャンルも様々あると思いますが、悩みがないって人はこの世にほとんどいないのではないでしょうか。例えばビジネスパーソンならもっと収入を上げたいとか、例えばプライベートでどうしても同性を好きになってしまうと悩んでいる人もいるかもしれません。ですが逆に、収入が高すぎて困るとか、異性が好きで悩んでいるという人はいませんよね。そんなの当たり前じゃんって思うかもしれませんが、それこそが社会の常識であり思い込み。これを一体なぜなのかと考えてみるところに、悩みとは一体何なのかの答えが見えてくる。悩みの根源というのは、私たちが今生きている社会の価値観から生まれた無数の当たり前によって生まれているものだとわかります。例えば私たちが生きている現代の日本社会では、お金を稼げることは良いこととされているし、少しずつ変わってきてはいるものの、未だに男性は女性を、女性は男性を好きになることが普通だって感覚ありますよね。でもそういった良いことや普通から外れてしまう人は間違いなくいる。つまり悩みの原因とは、私たちが所属している社会の常識、価値観だと言えるんです。そんな私たちの悩みを受けて、本書の著者である深井さんは、僕はこの本を歴史を知ることで、あなたを苦しめている悩みを吹き飛ばすために書きましたと、勇気が湧いてくるような言葉を本書の冒頭で語ってくれています。というわけで早速ですが、結論から参りましょう。悩みの根源を吹き飛ばす方法、結論はメタ認知を高めるです。メタ認知？何それ？そんな意味わかんない言葉で何が変わるっていうの？ツッコミありがとうございます。順番に分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。というわけで今回の動画では、1、キリストは30歳まで平凡な大工だった、2、人生のクライマックスは30年後、3、あなたの悩みは2500年前に考え尽くされていたの3つのポイントに沿って解説していきます。最後まで見れば、悩みが吹き飛ぶ上に悟りを開くヒントが見えてきます。それでは行ってみましょう。ポイント1、キリストは30歳まで平凡な大工だった。これ知ってましたか？あの世界史を代表する偉人であり、後世への影響力で言ったら史上最強の一人と言えるであろうイエス・キリストは、30歳くらいまではただの大工だったそうなんです。当時の大工の社会的地位は奴隷の一つ上くらいで、どこにでもいる平凡なユダヤ人大工の一人だったイエスは、ある日大工を辞めてヨハネという人に弟子入りしました。ヨハネの下で学びながら、少しずつ信頼を獲得していき、少しだけ弟子を持つようになったイエスは、出身地に近い場所でユダヤ教の新説を唱え始めます。ですがそれによって、当時ユダヤ人を支配していたローマ帝国の偉い人に目をつけられ、弟子の一人に裏切られて捕まってしまい、政治犯として処刑されてしまいます。なんと自分の考えを広める活動をしていた期間はたったの3年。めちゃくちゃ短いですよね。そんなイエスの教えがなぜ今これほどまでに世界中に広まっているのか不思議でなりません。本書の著者深井さんは、資料が乏しく研究者によっても意見の違いがあるけれど、イエスの生涯を誤解を恐れず一言で表現するならば、弟子に裏切られて処刑された元大工の政治犯だと言います。知れば知るほど不思議じゃないですか。だって現在地球の総人口の約 33% がキリスト教信者で、世界最大の宗教グループと言われるまでに広まっているわけです。でも歴史を冷静に見つめると、全く偉人という感じがしない。イエスの弟子たちも、十二使徒といえば聞こえはいいけど弟子が12人しかいなかったとも言えます。1000人以上の弟子がいたと言われるゴータマ・シッダールタイコールブッダとは雲泥の差がありますよね。
しかも最後はたった12人の弟子の中の一人ユダに裏切られ、さらに情けないことにそのユダがローマ帝国から受け取った対価は銀貨たった30枚でした。そしてイエスが生きている間に活動が世界中に広がったわけでもなく、当時のローマ人の感覚でいうところの地方都市で活動していたに過ぎません。まあローマ帝国から睨まれるくらいなので目立っていた人物であることに間違いはないのですが、でもそもそもイエスに関する資料がほとんど残っていないということが彼がそこまで有名ではなかったことを物語っています。じゃあなぜ彼の死後2000年以上が経った現在、名前を知らない人がいないくらいまで広まったのか。なんか怒られそうだけどと前置きしつつ、端的に言えばたまたまですと深井さんは言います。歴史ってものすごく複雑で、遠い将来何がどうなるかを予測して動ける人なんてまずいない。田舎の政治犯だったイエスが当時の世界帝国ローマの皇帝をはるかに上回る影響を残したわけで、そんなことは当時の人間は誰一人予想していなかったはずです。つまり人間の評価を短期的なスパンで下すことにあまり意味はない。今この瞬間だけを切り取って人間を評価するのは危険なことだということ。そしてこれは自分自身への評価にも言えますよね。私たちは長くても100年くらいしか生きられません。100年なんて人類誕生後500万年の歴史から見ればほんの一瞬の出来事です。その中の今この瞬間の自己評価で自分を卑下したり傷つけたりするのはやめた方がいいんじゃないということ。はい、これがメタ認知です。私たちは目の前の世界に没入してしまいがちですが、一度冷静になって一歩引いて客観的に物事を見てみること、歴史や古典を知ることでメタ認知を高めることができるという思いで本書を書いたり、世界史のデータベースを作る活動をされているのが本書の著者深井さんです。ポイント2、人生のクライマックスは30年後。今や世界145カ国以上、約2万5000店がチェーン展開するグローバルブランドであるケンタッキーフライドチキン。日本にも1000軒以上の店舗があり、知らない人の方が少ないかもしれません。ちなみに私は月に一度は食べています。そんなケンタッキーフライドチキンは、実は創業者のカーネル・サンダースが65歳の時にフライドチキンの店舗販売事業に失敗して全財産を失ったことをきっかけに全世界に広まりました。どういうこと？なんで事業に失敗したのに広まるわけ？気になりますよね。ではここからカーネル・サンダースおじさんの歴史を紐解いていきましょう。本書にはサンダースが料理が天職であることを思い出したこと、フライドチキンにたどり着いた経緯が幼少期の頃の原体験にあったこと、何度も仕事を変え事業を起こしては失敗しめちゃめちゃ苦労した過去や、フライドチキンで成功するきっかけとなった娘さんの一言など、めちゃくちゃ面白いストーリーが書かれています。詳しく知りたいと思った方はぜひ本書を手に取って読んでいただきたいのですが、ここでは60歳を超えてもまだ苦難の連続でそこを乗り越えて大成功を収めサンダースの歴史に絞って解説させていただきます。第二次世界大戦後のアメリカでは高速道路の建設が盛んになり、サンダースの店の前を通る車は全部そっちに流れてしまい、売り上げは全盛期の半分以下に。65歳にして全財産を失い、しかも真面目に払ってきた年金の支給額は家族が暮らしていけないほどに微々たるものだったそうです。追い込まれたサンダースは考えに考えた末、自分が持っている最強の武器に気づきます。そうだ、自分にはフライドチキンがあるじゃないか。最高のフライドチキンの作り方を知っているじゃないか。もう一度店舗を始める体力もお金もないと判断したサンダースはレシピを売ることを思いつきます。サンダースはレストラン経営者の友人の家に押しかけ、その場で無理やりフライドチキンを作り食べさせます。もう何時間も待たされてイライラしていた友人とその家族はフライドチキンを一口食べて大感激。友人はサンダースとチキンを1ピース売るたびに4セント払うという契約を交わし、こうしてケンタッキーフライドチキンのフランチャイズ1号店がオープンしました。その経験で自信をつけたサンダースは中古車にチキンをあげるための圧力釜と秘伝のスパイスを積み、家族と一緒に車中泊をしながらレストラン巡りを開始。当時フランチャイズなんて考え方はなく、今まで聞いたこともない形態に抵抗を感じる人は多かったのではないでしょうか。しかも70歳近い老人が車中泊をしながら田舎料理のレシピを売りつけようとしてくるわけです。普通に考えると怪しくてまともに取り合おうとは思えませんよね。事実サンダースは少なくとも1000回は門前払いを食らったと言います。でもそんなことにめげるサンダースではなく、諦めずに営業を続けました。最初の1年こそ7店としか契約できなかったけれど、翌年から爆発的にフランチャイズが拡大。
あっという間に数百の規模に膨れ上がります。このビジネスが大当たりし、全米の店舗数が600を超えた時、サンダースは74歳になっていました。若き実業家に権利を売り、一線から退きますが、その後も走ることをやめなかったサンダース。日本を含む世界中の店舗を飛び回り、自分のレシピがちゃんと守られているかを確認して回ったそうです。1980年、サンダースは90歳でその生涯を終えました。このエピソードを説明した後、著者の深井さんは、僕はいつも思うのですが、30代や40代くらいで成功した、失敗したというのはやめましょう。不毛です。と書いています。サンダースは幼少期の経験と社会に出てから味わった苦い経験が集約した結果、フライドチキンのお店でそれなりの規模の売り上げを立てるという一つの成功を収めましたが、それで終わりではなかった。いや、終わらせてくれなかったと言えるのかもしれませんが、とにかく70歳近い年齢から再スタートを切り、70代半ばで大きな成功を収めました。人生何がどうなるかなんてわからない。諦めたらそこで試合終了ですよ。と言ったスラムダンクの安西先生がカーネル・サンダースの姿と重なりました。サンダースに限らず、本書で紹介されているガンディや孔子もそうだし、その他、劉邦、桓武天皇、伊能忠敬、ヘンリー・フォード、ネルソン・マンデラなどなど、過去の偉人たちの多くは遅咲きだったそうです。なぜ偉人は遅咲きが多いのか。理由の一つは、人は年を取るほどしょぼくれていくように思われがちですが、実際は逆にどんどん可能性が広がり加速していくからではないかと著者の深井さんは言います。これって確かに以前このチャンネルで紹介した運転者という本にあった運の本質的な構造、運の貯め方からしても同じことが言えますよね。サンダースのように苦労を重ね続けた人は年を取れば取るほど運は貯まっているだろうし、あとはしょぼくれないで上機嫌でいれば運を使えるチャンスをつかむことができます。30代40代なんてまだちまちまと伏線を張っている、運を貯めている段階に過ぎません。今のうちから絶望したり有頂天になったりするのはやめて、クライマックスはあと30年くらい先だと思い定め、今目の前で起こることに向き合い、一生懸命に取り組んでおいた方が良さそうです。ポイント3、人間の悩みは2500年前に考え尽くされていた。ここで約2500年前に究極のメタ認知をした人物をご紹介します。それは仏教を開いたゴータマ・シッダールタ、いわゆるブッダ、お釈迦様です。彼は私の境界はどこにあるんだという疑問から、この世の物事は全てが移ろうのだから確実に存在するように思える私でさえ絶対ではない、様々な物事との関係によって今ここに存在しているように感じられているだけだという考えに至ります。以前このチャンネルのこちらの動画で、私という存在は化説であり実在ではないという初期仏教の考え方について解説しましたが、まさにそれです。ゴータマは私という存在を徹底的に追求した結果、私を規定するのは難しいという結論に達してしまいます。どういうことか。ゴータマが悟りを開くに至る思考のプロセスはめちゃくちゃ科学的だったんです。彼が解明したことを現代の科学の言葉に置き換えるとこうなります。まず、人間の体の大部分は水分で構成されていますよね。そしてその水分量は常に一定に保たれていますが、実はその中身はどんどん入れ替わっている。水分そのものは汗や排泄物として出ていって水蒸気となって大気中を漂ったり、川や海に吸収されたり、もしかしたら他の動物や別の人間の体に入り込んでいるかもしれません。もしそうだとすると、あなたのパートナーや子供の体を構成していた水分が入ってきて構成されているあなたの体を、あなたはこれは私の体だとはっきり言えるのでしょうか。それとも別の人間ということになるのでしょうか。水分だけではなく、あなたの体を構成しているおよそ37兆個の細胞だって毎日少しずつ入れ替わっていることが分かっている。そしてもっとミクロな量子のレベルで言えば、私たちは原子で構成されており、その原子は素粒子で構成されているので、人間は素粒子で構成されていると言えます。そしてあなたが他人と触れ合うとき、他人を構成する素粒子とあなたを構成する素粒子が行き交うことがあるということも分かっているそうです。素粒子に限らず、人間と共存している細菌なども行き交っています。となると、どこからどこまでが私で、どこからどこまでが他人なのか、もう分かりませんよね。そしてゴータマは、どこからどこまでが私であるかは我々が恣意的に決めているだけであって、実際にそのように存在しているのではない
という結論にたどり着きました。もともと王宮の中で生まれた王子だったゴータマが何不自由ない裕福な暮らしを捨てて出家した理由は、外の世界には老人や病人や死者がいて苦しみに満ちていることを知ってしまったから。苦しみとは自分の願ったことが願った通りにならないこと、コントロールできないものをコントロールできると思い込むことで執着が生まれ苦しみが生まれるとゴータマは考えました。そんな人々を苦しみから救うために出家し修行して悟りを開いたゴータマがたどり着いたのが、私は存在しないという結論です。この認識に立つと何が起こるのかというと、そうなんです、悩みが消えてしまうんです。悩んでいる人は例外なく悩んでいる私と、私を悩ませる他者、人間関係、そして社会を絶対の前提にしている。だから私という存在はないという結論になると、悩みようがないということになっちゃいますよね。いやでも言ってることは理解できるけど、ちょっとぶっ飛びすぎてて腹落ちさせるの難しくないですか？そうですよね、正直私もそう思います。著者の深井さんは、結論だけ見ればぶっ飛んでると僕も思いますと言いつつ、だけどゴータマの論理を一つ一つチェックしてもどこにも隙がなかったんですと語っていました。ゴータマの教えは、腹落ちすれば一瞬で特定の価値観から自由になれるくらいのパワーを持つ究極のメタ認知ですよね。ただここまで到達するのはなかなかにハードルが高そうです。著者の深井さんが本書で伝えようとしているメタ認知とは、ゴータマの悟りをめちゃくちゃライトにしたバージョンだと捉えれば良いようです。これまでの解説で見てきた通り、歴史や古典などで得た教養によって特定の価値観や考え方から自由になることができ、メタ認知が高まります。その究極形態がゴータマの悟り。メタ認知ができるようになると、悩みから解放されるだけではなく、異なる価値観や立場の人を理解しやすくなり、私の範囲が広がっていきます。これを繰り返してどんどんメタ認知を高めていくと、私なんて存在しないという境地に行けるのかもしれませんね。はい、本書は学校の授業のような歴史歴史している感じは全くなく、深井さんが目の前で優しく語ってくれているかのような言葉遣いで、しかも有名人の生い立ちをストーリーにしてくれているので、めちゃくちゃ読みやすかったです。この動画ではイエス・キリスト、カーネル・サンダース、ゴータマ・シッダールタの歴史をめちゃくちゃかいつまんで端折って解説しましたが、もっと全然深い話が書いてあります。さらにはチンギスカン、孔子、マハトマ・ガンディ、ヘレン・ケラーを支えたアン・サリバン、ブソクテン、アリストテレスのことや、性、お金、命に関する現代の価値観と昔の価値観の大きな違いなどなど、エキサイティングな話が目白押しです。歴史が苦手という人にこそぜひ読んでほしい一冊でした。余談ですが、私は最近今更ながら大河ドラマ麒麟が来るを NHK オンデマンドで全部見ました。歴史ものにはかなり作者の解釈が入っていると思われるので、これまでいまいち好きになれなかったのですが、よくよく調べてみるとポイントポイントで起こった出来事は外さずに、どうだったかわからない部分を辻褄が合うように物語を作っているところが歴史ものの面白さだということがわかり、その時代のことを語っている読み物やドラマや漫画を比べてみて重なる部分を探すのが面白いということに気づきました。麒麟が来るの時代と被っているヘウゲモノという漫画を読みつつ、本書の著者深井さんがポッドキャストで配信している歴史を面白く学ぶ古典ラジオも聞いたりしながら、事実っぽい部分と解釈っぽい部分を自分なりにチェックして楽しんでいます。いやー、本書のおかげでアラフォーになってようやく歴史の面白さが分かってきました。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。